こんにちは、こんばんは。しゃべりきりのお時間です。お相手はアキラックスこと照山明です。この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオです。ということで、コロナウイルスがね、ようやく収束してきたと思いきや、なんかね、雲行き怪しいですよね。第2波が来ているみたいな形で、こと自分の会社に至っては、それでもまあ仕事としてはかなり回復してきて、おかげさまで、やっと安心して、働ける状況になってきたかなって思いつつ、緊急事態宣言が解除された途端に案の定っていう感じで、これもしかしたらもう一波二波あるかもしれないですよね。なので引き続きちょっと気を引き締めているところなんですけれども、そんな話をしたいわけではなくてですね、今回割と短いスパンで喋りきりをやろうと思ったのは、ソニーの ZV-1 っていうカメラ、 Vlogger たちに向けて開発したというあのカメラ、皆さんどうですか？結構気になってらっしゃる方多いのかなと思って、実は自分もかなり心にぐさって刺さりまして、ポチり寸前まで行ったんですよ。というのは、夏以降にうちの会社でとある施設説明の撮影があって、でそれがね、説明員が一人こう喋りながらいろんな施設を紹介していくみたいな、ワンオペでどっちかというとジンバルでずっと追いかけていくような、そういう案件があって、で最初 GH5 とかで撮ろうかなと思ってたんですよね。ただ GH5 ってセンサーマイクロフォーサーズだといえども、そこそこ大きいので、ピントの心配だったりとか、あとやっぱりパナソニック機って手放しでオートフォーカスってわけにもなかなかいかなかったりもするので、あとGH5 でやるとしたら DJI のローニン SC うちにあるので、それにつけてやろうと思っても結構大掛かりだなって思っていて、それはね、どっちかというと一発撮りで終わらせてくれみたいな、それを1日20本ぐらい撮るのかな、3分ぐらいのというね、そういったものだったので、で、ソニーのギョロメちゃんってね、当時通称言われていた 4K30p まで撮れるハンドヘルドカメラ、ちっちゃい家庭用のカメラ、うちの会社にあるんですけども、それでいいかなって思い始めた矢先に ZV-1 が発表されて、でそれまで似たような高級コンデジの中で RX100 シリーズっていうのがあって、それも若干気にはなっていたんですね。で、共にセンサーサイズが1インチで、程よいサイズ。少し作品寄りの背景をぼかした絵を撮ろうと思ったらば、それなりにぼけてくるし、広角系の、そして絞りがある程度絞り込まれていれば、パンフォーカスでそんなにフォーカスを気にせずも撮れるしっていうところで、結構そういう意味で需要があるかなって思いつつ気にはなっていたんですが、今回ね、Vlogger向けっていう ZV-1 気になっちゃったんですよね。で、その案件もあって、もう買ったろうかなと。で、たまたま自分はジンユンっていうメーカーのクレーン M2 っていう小型のジンバルも持ってるんですよ。で、それはもともと BMPCC 初代のね、小さいローで撮れるカメラがあるんですけども、ブラックマジックデザインが出していた、それに使おうと思って買った完全趣味なジンバルなんですけれども、かなり小型でね、ペイロードも小型の割にはそこそこあるんですよね。だから頑張ればα7 シリーズも乗るぐらいなもので、でそれと今回の ZV-1 を組み合わせたら、これ次回のその施設系の撮影にバッチシじゃないかなと思って、あ、これ買おうと思って、しかも値段が10万以下とかって言ってますよね。だから軽くペイできるなって思いながら、でこの ZV-1 って買おうと思ってる方実は多いと思うんですよ。で6月の2日の10時に予約開始しますってもう公言していて、なんとなくこれ予約殺到するのかっていうような、そんな雰囲気さえありますよね。今ここで ZV-1 が改めてどんなすごいことがあるかって説明しないですけども、多分皆さん知っていると思うんで、軽く言うと、一番はやっぱり背景ボケ切り替えがあったりとか、商品レビュー用設定、これパッてこう商品を目の前に置くとそっちにすぐピントが合うとか、あと顔優先露出とかスキントーンとか美肌効果、あと音声に関してはウィンドスクリーンが標準で搭載されていて音声系の充実、
それと極めつきはバリアングレクションっていうね、このあたりでもう完全に Vlogger っていうのかな、まあそういったね、 Vlogger っていうよりかは YouTuber にも十分使えるだろうなっていうところで、おそらくかなりマーケティングをしてそれを形に落とし込んで、ソニーさんが今回多分メーカーを挙げての高級コンデジの中でも普及モデル、まあ、10万以下って言ってますからね、かなり普及モデルで、マキエとまではいかないけど、正直マキエカメラ的な要素があって、もうバカ売れするんじゃないかなっていうようなね、そういう雰囲気もありますけれども、皆さんは買おうと思ってる方います？結構いますかね。でいろんなね動画を実は見ました。驚いたのは、なんですかね、あんまりそこまで回転数のいっていないというか、チャンネル登録者数がいっていない YouTuber の方々もレビューをしていたんですよ、発売前に。ということはですね、ソニーさんはかなりそういった方をターゲットにばらまいたような気がするんですよね。でばらまいてレビューを上げてくださいっていう、そういう戦略に出たんだなと思って、だからすごく見てますよね。本当ソニーさんってそういうところでマーケティングすんごいしっかりしてるなっていう形で、あんまりね宣伝広告費をかけてバーンって CM 打つよりかは、そういった Vlogger とか YouTuber に機材を提供してレビューしてもらった方が絶対効率いいし売れますよね、きっとね。まあそんな流れの術中にはまったのがまさに僕なんですけれども、もう買おうかなってほぼ7割8割9割ぐらい言ってたんですよ。でもやっぱりあれですね、レビュー依頼を受けた YouTuber の方々って割とやっぱりいいことしか言わないわけですよ。バイアスがかかってるとかね、そういうわけではないんでしょうけれども、やっぱりレビューしてくださいって言われた以上はいいこと言いたいじゃないですか。なのであんまりこうここはダメだぞみたいなね部分が出てこなくて、でおそらくパッて表面的にそういった YouTuber たちが上げている動画を見られている方っていうのは、いやもうこれ買うっしょみたいな形になってるかもしれないんですけれども、実は僕はね3つの部分で最後の瀬戸際で止まったんですよ。買うっていうか予約しようと思ってたのが、それをね今日はちょっと話したいなと思ってるんですけれども、そう思ったのは、本当に僕がよく見てる YouTuber の映像を多分ね10本ぐらいは見ましたね。10本ぐらい見たけども、11本目ぐらいに Gizmodo Japan の動画を見た時に、あーって思ったんですよ。それとその後になぜかちょっと順番逆なんですけどね、最後にシネマ 5D のジョニーさんのレビューを見たんですよ。最初にそれを見りゃよかったんですけどね。でシネマ 5D っていうのは昔から歯に衣着せぬというか、もう素直にメーカーのバイアスっていうのはあんまりかかったようなイメージないんですよね。しっかりと視聴者にここがダメだよ、これがいいよっていう風に伝えるようなメディアのあり方だなと思っていて、時にはでもね誤解を生むような表現とかもあったんですよ。パナソニックさんの時は10ビットこれないよみたいなね、それは最終的にはシネマ 5D さんの変換の仕方が悪くて10ビットありましたって形になったりとか、そういった時々そういうのもあるんですけれども、でも全般的にはプラス面と必ずマイナス面も伝えるようにしているのがシネマ 5D の特徴かなと思っていて、なのでとりあえずシネマ 5D をまず見ようと、その後にギズモードジャパンを見て、それまで僕がもう完全に6月2日の10時にスタンバって予約しようと思っていたのがストップしたというね、その3つの点。まず1点目、バッテリー問題です。オフィシャルのサイトにも書いてあるんですけれども、液晶モニター使用時で実動画撮影時間45分って書いてあるんですよね。45分ですよ。これまあ室内で撮る分にはいいかもしれないですけども、外で Vlog 的にガンガン回してたらおそらくね45分、体感的には30分ぐらいなんじゃないかなと思って、これはおそらく初代の BMPCC で撮ってた時のような感覚です。うわもうないみたいな、ずっとあれですよ、バッテリーの残量ばっか見ててヒヤヒヤしながら撮るっていうね、そういう感じになるんじゃないかなって思っていて、でシネマ 5D のジョニーさんも言ってたんですけども、まあおそらくモバイルバッテリーは必須だろうと。で幸いなことに USB からモバイルバッテリーで給電しながら給電中も撮影できるということで、モバイルバッテリーさえつなげておけばね結構長時間運用できるのかなってイメージがあります。ただですよ、モバイルバッテリーつけるとなると、あのコンパクトさって完全にスポイルされますよね。こうケーブル伸ばしてモバイルバッテリーどっかでつけてみたいな、多分ノリで
もう絶対買おうと思ってね、買われた、まあ、数日後に変な器具をゲージとかつけ始めて、その上にモバイルバッテリーがついてたりとかね、なんかそういうなんかインスタの写真とかが出てきそうな予想がしてます。なので単体ではあんまり外に持ち歩けないんじゃないかなって、特に映像に関してはこのバッテリー問題がちょっとストップの一つで、二つ目、これがねクロップ問題、画角がね、これが一応公表値では35ミリ換算で24から70ミリってなってるんですよ。広角側が24ミリ取ればまあまあ悪くないなって思えたんですけれども、でその施設内の案内って割と広い絵が必要なので、多分住宅展示場みたいなところをこうゆっくりこう歩きながら説明員が説明していくみたいなのを撮ろうと思ってて、そこそこ広さ必要だな、まあ24ミリあればいけるなって踏んでたんですよ。ところがですよ、 4K30p の時は結構クロップされるらしいんですよね。これはあのギズモードジャパンを見て、あそうなんだって思って、その後さらにアクティブモード、手ブレ補正のかなり効かせたモード、それの時にはさらにクロップされるっていうね。となると24ミリの最広角って手ブレ補正もなくして、しかもフル HD の時じゃないとこの24ミリにならないっていう、そこでストップしてしまったんですよね。おおそうかと。で最後3つ目、これはですね連続撮影時間問題で、その当初その施設動画、住宅展示場の中とかをこうスーって滑らかに撮ろうと思ってたのは、当初はね 4K で撮ろうと思ってたんですよ。で 4K で撮っておけば必要な時に、例えばインサートを撮らずとも編集の時にクロップできるなって、最初の納品がフル HD でいいっていうことだったので、 4K だったらね、まあ7割8割ぐらいクローズアップできるじゃないですか。だからワンカット長回しで撮りっぱなので、まあ後でインサート撮る、1日にね20何カットも撮らなきゃならないってことは、インサートいちいち B ロールとか撮ってられないので、後でこう拡大してトリミングして拡大したいなと思ってたので、 ZV-1 買ったら 4K は必須だなと思ってたんですよ。 4K 撮ろうと思ってたら、なんと標準だと5分しか撮れないってことが分かって、5分ですよ、5分。これは何かっていうと自動電源オフ温度っていうのがあるらしいんですよ。でこれが標準に設定している、つまりデフォルトで標準になってるんですけども、その場合は 4K30p の時は5分しか撮れないらしいです。ただこの自動電源オフ温度というのを高、高いに設定すると5分以上30分ぐらい撮れるらしいんですけれども、手ブレ補正とかそういったものが一切効かなくなるので、三脚を使用してくださいってオフィシャルのサイトに書いてあるんですね。まあ平たく言うとですよ、滑らかなショットを手ブレ補正を効かせて撮るときは 4K のときは5分しか撮れないっていうことなんですよね。でこれはシネマ 4D のジョニーさんが言うには、おそらく温度上昇、熱対策によるものだと。じゃああれですよ、5分ごと撮れるかっていうと、熱対策だったら 4K30p を5分フルに回して、はい止めましたと、じゃあすぐに次回したら温度がもうすげえ上昇してもう止まっちゃうんじゃないかな。ってことは1日20何カットも撮る案件で使えねえじゃんって思ったんですよね。まあフル HD にすればいいと思うんですけども、フル HD だと後でクローズアップっていうかトリミングできないし、いやちょっと待てって話になっちゃったんですよね。だからこれ皆さん分かってました、この 1,2,3 の問題って。このバッテリーが45分ぐらい、まあ実質30分ぐらいだと僕は見てるんですけども、しか持たないとか、あとクロップが結構24ミリ広角があったとしても 4K30p とか手ブレ補正度を効かせるとクロップが結構されてしまって、実質多分30ミリ以上になっちゃうじゃないですかね、34ミリとか分かんないですけど。とあと連続撮影時間ですよね、 4K30p は5分で止まってしまう、自動電源オフ温度っていうのを高いに設定すると30分ぐらい撮れるらしいですけども、熱問題でおそらくそんなに連続で何十分も撮れない。これでですね、まあ、一旦こう予約するのをやめました。僕はちょっと様子を見たいなと。このあたりがあんまり関係ない方に関しては、本当に自分のねクライアントワークではなくて自分の趣味というかビログ的にちょっと遊びで使う程度とか、まあ、YouTuber でもそんなにヘビーな使い方はしないし、手ブレ補正もまあ家で使う分にはあんまり使わないし、商品レビューにね使いたいだけだっていうことであれば、
この商品レビューモードとかすごいちっちゃい商品を目の前にポンって出してもすぐピントが合うとかね、あの辺は本当にすげえなって思いつつ、ある程度クライアントワークで使おうと思っていた方はちょっと注意が必要かもしれないですね。うん、ということでね、まあやっぱ熱処理とかそのあたり、あと連続撮影時間とか、うん、あとはもうバッテリーがすぐなくなってしまったりとかっていうことで、自分の中でクレーン M2 と ZV-1 っていう話が結構ガタガタガタって崩れていったっていうね。クレーン M2 には余裕で乗ると思うんですよ、 ZV-1 のあのサイズ感だったら。それ快適な移動ショットというかジンバルのね滑らかなショットが得られると思うんですけども、問題はバッテリーが例えば、まあ、最大でも45分しか持たないってことは、で給電しようと思っても実機の写真よく見るとマイクロ USB が右側にあるんですよ。端子類が全部右側にある。今回はだいたいあのバリアングルの干渉するような位置で左側に多くのミラーレスはあるんですけども、おそらく今回ソニーさんはそこはよく考えていて、給電しながらだと USB コードがぶっ刺さっているのでバリアングル液晶が狂って回らなくなるとか、そのあたりを想定して全部端子を右側に持ってっているんですよね。ただジンバルに乗せるときに右側に端子があると全部干渉しますよね。だからそういった意味でもクレーン M2 にはちょっと乗せづらいのかなって思ってて、もしかしたら L 字型、割と薄めの L 字型のマイクロ USB とかがあればそれを挿せばギリバランス取れるかなと。そのあたりは実際やってみないと何とも言えないところなんですけれども、同じようにクレーン M2 に乗せてやってみようって考えていた方いらっしゃいますかね。ちょっとね、注意した方がいいのかなと思って、なので、まあ、一般的な YouTuber っていうかそのあたりの Vlog とか、 Vlog っていうのかな、 Vlog って僕なんか言ってたんですけど、 Vlog って最近言いますよね。 Vlog っていうとね、やっぱりパナソニックのログ形式が Vlog なので、どっちの Vlog みたいなね、 Vlog でいいんじゃないですかね。ビデオの美で Vlog、 アブクドゥフォニックス的に言えばビログですよね。ちょっと話が逸れちゃったんですけども、一般的な Vlogger とか YouTuber が上げているそのレビューっていうのは割とね、印象的にはいいことしか言ってない。そのレビューモードとかそういうのすげえぜ、美肌すげえぜみたいなことしか言っていないので、ガチで使おうってねちょっと思っていた方は Gizmodo Japan とシネマ 5D のレビューを最後まで見てみることをおすすめします。決して僕はアンチソニーじゃないですよ。ソニー大好き人間です。昔からもうずっとソニー使ってきました。もう僕が一番最初買ったカメラはソニーのね、ビデオ8。ビデオ8ってね、皆さん知らないですよね。テープの 8mm のテープ、ビデオテープが昔あったんですけれども、そのハンディカムっていうブランドがあったんですね。それに始まり、僕が学生の時には VX1000 っていう名機ですよね、ミニ DV 店で撮れるハンドヘルドのカメラ、そこから PD150 っていうカメラに行って、Z5J っていう風にもうずっとソニーユーザー、ソニーファンでした。ソニーのこと大好きなんですけれども、途中でちょっとね、パナソニックのカメラに行ったり JVC のカメラに行ったりして、ただ引き続き例えば AX55 とかソニー機っていうのを必ず使ってるんですよ。でソニーの優秀なところ、最初に言ったやっぱりマーケティングをしっかりして、いろんな人の声っていうものを製品にどんどん反映して、で数多く投入していくっていう部分、体力があるっていうのもありますよね。やっぱりソニーぐらいの体力があるといろんなものを市場に投入して、投入してからまた様子を見て、それを次のカメラに活かせるっていうターム、このサイクルの流れってのはすごく早く回せる、そこがソニーの最大の強みだなって思いつつ、最近はでもまあそう言いつつもあんまり触っていなかったので、今回のこの ZV-1 っていうのはすごく注目していたんですよね。あとはソニーさんといえばやっぱりオートフォーカス、これに尽きると思うんですよ。オートフォーカスが優秀であること、これはいろんなメーカーのカメラを浮気してきた僕だから言えます。ソニーさんのオートフォーカスはやっぱりすごい、本当にすごいと思います。もちろんキャノンさんのデュアルピクセルCMOSもすごいんですけども、ソニーさんはね、やっぱり昔から
独自のアルゴリズムっていうんですかね、外さないアルゴリズムっていうのがあって、ただまあ厳密に言うと機種機種によってね微妙だったりするんですよ。例えば僕が今持ってる AX55 っていうギョロメちゃんっていうねビデオカメラはオートフォーカス性能正直いまいちです。だそういう機種もあります。ただ Z5J とかすんごい優秀だったし、何ですかね、あんまりこうフォーカスを送ったりとか気にしなくてももうぶん投げててもほぼ合ってましたしね、当時から。だからそれが標準だと思ってたので、違うメーカーのカメラに行った時に、え、なんでこんなにオートフォーカスバカなのって思ったぐらい、ソニーさんのオートフォーカスっていうのは本当に優秀だと思います。だけに今回 ZV-1 を買おうと思って、まあやっぱり一番はオートフォーカスが優秀だから、自分以外のスタッフにカメラを渡してもある程度撮ってこれるなって予想のもと今回これを買おうかなと思ったんですが、ちょっとガチで使うクライアントワークだとさっき言ったね3つの点で今ストップはかかったという感じになります。ここ数日自分のツイッターとかではこの ZV-1 の話題で持ちきりで、ほとんど自分が見ている YouTuber も ZV-1 もう ZV-1 一色になってたのでね、いろんな方のレビューありますけれども、ちゃんとダメなところを言っているレビューっていうのも人によっては重要だったりするので、いろんなレビューを見て判断して6月2日にね予約するかどうかを決めていただければいいと思います。今後また6月2日に発売されて買いましたよレビューがあってね、また1週間後に ZV-1 を1週間使ってみてみたいな、そういった YouTube の投稿とかも増えてくると思うので、自分はおそらくそれを見つつ、まあ、いろんな方のレビューを参考にしながら改めて買おうかどうかを検討したいと思います。ということで今回は割とスパン短くこのしゃべりきりレディオをやってみましたが、またこういったセンセーショナルな内容とかあれば、もしかしたらすぐにまたマイクに向かってしゃべるかもしれませんが、もしこの番組初めて聞いてる方はこういった普段からの撮影機材の話とか映像の編集ソフトの話とかいっぱいしていますので、まあ、目で見ることもなく普通にこう横になりながら気楽に聞いていただければなっていうコンセプトでやってますので、よろしければチャンネル登録の方、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。ということで今日はこのあたりにしておきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。